えーこんにちは、っかね「たかが100万」というふうなキーワードがありましたのでこれに対してね私もねかぶせていこうかと思うんですけどもまさにたかが100万なんですよ。えっとパソコンの経験が1ヶ月目で私は80万だったんですよね。で2ヶ月目以降100万を切ったこことはこの8年間1回もないです、ね、で、すねそのぐらいパソコンやってればパソコン利用したら 月収100万っていうのはすごく身近なんですよでもなぜかパソコンが苦手なまんま苦手にしてるでしょ。でパソコンをレジャーに使っちゃうでしょビジネスじゃなくって。だからパソコンをやってればみんな儲かるわけじゃないんですよ。完全にビジネスをそこに入れていかないと100万は結局どんどん流れていってしまってなんか知んないけどパソコンのスキルだけは上がっていくんだけど稼げない人っていうのはそれはねパソコンのスキルじゃなくてパソコンを使って遊んでるスキルが高まってるだけなんですよね。 だからまさに遊んでる暇はねえよみたいな感じなんですよ。パソコンをビジネスで使って100万円が稼げないってことは全然なくって、たかが100万なんですよね、本当に。で、どうやったらそうなるのかってことを学んでいくだけなんですよ。非常に単純で、パソコンで商品作って、パソコンで集客して、パソコンで販売するってこれ以外何にもないんですよね。こんなシンプルな構造なのに、何年かかっても月収100万いかないっていうのは、これは単純に学び方が悪いのか、 学んんででいないななのかになっちゃうんですよだからもうやるだけですからね何もだからそこに躊躇もないし立ち止まることもないしでまあ私の場合なんですけどね例えば月収100万で年間で1200万ってするじゃないですか8年間で9600万なんですよ1億円いかないんですよで私は3年で1億いってるっていうのはまさにここに出てるわけです100万なわけじゃないんですよね月収が。最初の3年からして 100万とかじゃないんですよ。もう200万とか300万の間でずーっと推移してて、悪くても100万、百数十万だよってことなんですよね。で、こういうふうに私が何回も言うのは、もともとマージャンデンの親父で、黒字なんて出したことがない人間でも、ことパソコンビジネスに使うってことに切り替えた瞬間にそうなったってことなんですよ。で、それをヨシャインさんとか他のね、社員とか、私と古く付き合いがある人はずっと見てるわけなんですよ。私がこの闇から抜け出して、 こういうい風なねネットビジネスの人になってまさに今隠居になっているところをねで私がアフィリエイトでこの家を買った時にねもうびっくりしてもう何人もの人が来たわけですからそれ来ますよねびっくりしますよねだってずーっとまあ自利品だったとは思ってなかったでしょうけどもまさに店がなくなって会社を失ってどうやって久保さんこれからやるんだろうみたいなところでそっか塾でバリバリ稼いでいてね で使ってるのは何かって言ったらカメラの前に喋ってそれをパソコンに YouTube でアップロードしてるだけみたいなこんな単純な仕組みなんですよねでも私のその変化にびっくりして私に会いに来た方っていうのは漏れななく速化軸に入塾してて30万ずつ払ってるわけなんですよまあ、ここ何年かはね頭金3万だけでいいですよみたいな形にしてるんでここ何年かで、あのー、速可塾入られた方は30万万額じゃない方がまあ過半数いますけどもね でもそういうふうな形がこのパソコンだと取れるんですよね。で、ここでね、あの、やっぱ問いかけたいのが、パソコンどんだけビジネスで使ったんですかってことなんですよ。商品は何種類ぐらい作ったんですかとかね。で、集客はどのくらいやってるんですかと。セールスはどのくらいやってるんですかと。で、私は Facebook ライブだけでも4000回以上やってるわけですよね。で、YouTube に切り替わってライブにしても、これもね、数千回やってるわけですよ。単純に2017年から、 YouTube ライブを始めた後計算してももうね78910で11でしょ5年ですよ5年かける最低でも1日1回やってますからねだから365かける5年でかけると1825回およそ2000回の YouTube ライブですよでもたかが2000回ですよ YouTube のアップロード本数2000個が付加されただけなんですよ億万長者合宿は 3000回以上やってますよ、ね、じゃあ億万長者合宿の方が多いでも吉谷さんが言われたようにこの活動っていうのはメインではないんですよサブの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 サブ,のサブいつストップしても全然売り上げにもう、まあ、影響がないと言ってもいいぐらい全然サブなんですよでもサブなのにこのレベルでやってるわけなんですよだからパソコンで月収100万200万300万稼ぎたい1億円稼ぎたいっていう作業のレベルはここにあるんですよねだかららそそもそもこのぐらいまで作業せずに 月収100万とかね、パソコンで稼げないとか時間がないとかそれはそうですよって話なんですよ、うん、だから稼ぐためには稼ぐなりのやることがあるし、うん、知識もあるし判断力もあるしとさまざまな要素がそこに関わってくるんじゃないかなってことでね今回はあのお伝えしましたけどもあとはねできなななないいいっってててうんじじゃゃくて、まあ、やってみることじゃないかなとか思いますよ、うん、それこそ片手片足を失ってでもどうしても自分の人生を解決したいならもうやる以外の道はなくって。 やらないという選択の向こうには今と同じかそれ以下の暮らししかないっていうことなんじゃないかなと思いますけどね。お疲れ様です